ゆっくりドラム講座、ドンバケラッタ。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者から赤マンボウまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。今日はドンバケラッタを伝授します。ドンバケラッタとは、ダブルストロークなしで叩けるド定番フレーズバケラッタのちょっと違う部屋です。バケラッタを知らないって人はまずは上の動画を見ましょう。譜面です。ドンバケラッタ、バケラッタに足がついただけ、口で言うとドンタタタンタンですね。叩きます。ドンバケラッタで有名なフレーズといえばこれですね。譜面です。ユニゾンスクエアガーデンの楽曲シュガーソングとギターステップの最初のフィルインです。ドンバケラッタ2回にあれやこれやです。口で言うとドンタタタンタン、ドンタタタンタン、ウンタンウンタンタドドータ、3拍目はウンタンウンタンですからね。叩きます。で、は次、譜面です。16分音符からのドンバケラッタ。今度はスネアじゃなくてタム使ってます。ドンバケラッタはバスドラムから始まるので、フィルインの途中に混ぜやすいです。叩きます。モリモリ次、譜面です。今度はドンバケラッタが真ん中に入りました。最後はせっかくなので6連符です。ドンバケラッタのところはタム、タム、スネア、スネアです。こういうのは個人的に好きです。叩きます。盛り上がってまいりました。譜面です。さっきとはバスドラの位置が変わりました。さっきのはドンバケラッタ、こっちはバケラッタドンです。バスドラが前に来るか、後ろに来るか、こういう場所を入れ替えるのはドラムではよくありますね。叩きます。ドンバケラッタはリズムにも使えます。譜面です。よくあるフロアタムのリズムにドンバケラッタを混ぜました。せっかくなのでドンバケラッタのところバスドラが2回になってます。ドンバケラッタのラのところでバスドラの2回目が同時です。こういう上半身と下半身がどのタイミングで同時になるかと理解するには譜面を見てしっかり確認するのが大事ですね。なんとなくで演奏するのは本当に良くないので今すぐやめましょう。叩きます。ドンバケラッタ、ご覧のようにフィルインにもリズムにも使えます。しかもダブルストロークなしなので初心者でもちょっと頑張ればできます。美味しいフレーズなのでぜひ覚えましょう。言うの忘れてましたね。簡単でしょう。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクールドまでぜひどうぞ。 Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも少しよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに。今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資が私の希望になります。まではお別れですね。簡単でしょう。